思議と笑顔になれる美しい岬には今日もあったかい人々が集まっていた。失敗してもいいんですね。おまじないをかけるの。はい、どうも。前科見守るわ。ここからしかエッちゃんのこと見守るんだ。私逃げてきたのに。大阪の子会社に行け言われてるんや。虫の知らせってやつか。カズだ、エッちゃん。あなたがいて、村の人たちがいて、みんなに支えられて、永遠なんてないってこと分かってたのに。ありがとね。不思議な岬の物語。